はい、おはようございます。スプラタラシです。はい、本日ね、またまた早朝なんですけど、いや、波の方はね、最近台風するかわからないんですけど、波がどんどんアップしてきてるんですよね。で、本日風が少ない無風なんで、メンツレやし、波のサイズは、まあ、肩、頭あるかなってぐらいなんで、まあ、かなりいい状況ですね。はい、そんな中ね、今回何をしていくかと言いますと、こちらね、一回試合前に動画でもアップして乗ったんですけど、僕体重が急激に増えて、で、新しいボードと僕の体重が合わなくなったんですよね、1回で、そんな中急遽ね、西井さんが選んで出してくれたやつがこちら、メイヘムドライバー 2.0、 5.9 のリッターが 27.2 リッターとね、かなりデカめのサーフボードです。で、最近試合を終えてから何キロか体重が落ちまして、で、このサーフボードが自分の中でかなりでかいサーフボードに逆になったんですよ。だからちょっとオーバーフローとはまでいかんかもしれんけど、まあ簡単に言えばオーバーフローなサーフボードですね。まあ、だけどロスさん、僕のコーチロスさんとミーティングして、こういうようなでかい板、重い板に、まあ、乗れないと話にならないし、やっぱり板を抑え込むことによってスプレーやったりスピードが加速するので、サーフボードを抑えれないと意味がないので、このサーフボードを抑えれる練習を今日はしていきたいなと思います。一回乗った時にね、もう際どい、こう、なんていうんやろ、カービングとかは、まあ、レールを入れてスムーズにいけるんですけど、最後のセクション、速いセクションとかはやっぱり慣れてないから、よいしょってなるから持っていけないんですね、トップに。だけどそこを持っていけるように練習で、これで、この板が楽勝になったら、今乗ってるね、5.8 の25リッターとかはもう楽々に操れるようになるんじゃないかなと思うので、今回はですね、こちらの、若干オーバーフローのドライバー 2.0 で、朝の練習していきたいと思います。まあ、今からですね、見入るわけなんですけど、僕のね、ストレッチを初公開していきたいと思います。でもストレッチって言ってもね、そんな長いことやるわけじゃないので、まあ、誰でもかんでも真似してできるストレッチなので、これをやれば1本目から全力を出せるストレッチだと思うし、体がいい感じにね、伸びるストレッチをちょっとね、初公開していきたいと思います。まあ、普通に本当にシンプルなんですけど、まあ、自分なりに考えたことで、まあ、これね、3年ぐらい海入る前に絶対やっとることなんですけど、まあ、シンプルにこのね、太ももの裏を若干伸ばしていきます。で、ここの次にここを完全に伸ばす。で、結構何やろ、伸ばしすぎると良くないって言うんですけど、まあ、でも伸ばすべきとこは伸ばすべきなんですよね。で、次にこういう形をして、これで結構ポイントなんですけど、たまにこういう風にやる方おると思うんですけど、音をよくこうやってやるよな。やる。とりあえずアキレス腱伸ばしって昔の人やるもん。うん、これをこんなんだけじゃなくて、これ意味ないんですよ。こうやって1個下に下がる、こういう風にね、胸を反って前を向くんですよ。で、もう今どこに伸びてるかというと、ここは急激に伸びてます。で、さらに下に行く、この肘を下に下ろす、これはね、ロスさんに教えてもらったことなんですけど、次はここが伸びるので、さらに体伸びます。なんやろ、1本目ってやっぱり緊張というか、なんやろな、寝起きとかは特にそうなんですけど、体がまだできないので、ストレッチやったりウォーミングアップをしてやってみてください。逆もね、こういう感じで胸を吸って、ここを伸ばして肘を下ろす。で、音はどんな感じ？俺、海行く前にも息切れしてこれで運動できたかっていう感じになるから、でも帰る、もういいやって。逆に大体パドルアウトする前にもう心拍が上がって大変だからさ。あ、確かに準備体操すると疲れちゃうわ。でもそれ、体は柔らかいよ俺、基本。あ、マジっすか。でもウォーミングアップは大事ですね。そうですね、やらないと。ちょっと僕もそれやってみます。それやったら1本目からパフォーマンス出せるかな。いや、本当に今ちょっと 3種目くらいしかやってないんですけど、まだね、あと5種目ぐらいあるんですけど、今日はね、3種目をお伝えしていって、ぜひね、今から行く方やったり、明日見行く方、ぜひ真似してみてください。というわけで、一覧で行ってきます。はい、チャンネル登録よろしく。
チャンネル登録よろしく。はい、というわけで今練習してきたんですけど、こちらね、はい、今超話題の方ですよ。超話題の話題になってる。はい、話題になって SNS 中で話題になってますね。本当ですか。この間ね、 JPS で鴨川線で見事ね10ポイントを出したお名前を教えてください。はい、鈴木仁です。はい、ジンプロですね。で、実はジンプロ YouTube チャンネルやってまして一応ですね、はい、一応個人の方で、ね、今後チャンネルアップするんですよね。動画アップする予定です。一応素材は全部あるんですけど、はい、ちょっと編集しなくて、はい、じゃあまたあのエグいエアが見れるからチャンネル登録よろしくお願いします。 あれについてやるの、あのエアとかあの大会についての YouTube ついてもやろうかなと思ってました。あ、そりゃみんな見るよ。ちょっとチャンネル登録してください。お願いします。俺あのエアーの10点ね、5、6回はずっと見た。見てくれた。あのチューブもすごいけどエアーすごいよな。エアーがすごいです。あれはで、あれ手応えあったからガッツポーズでしょ。そうっす、もう 10だろうと思いました。え、じゃあ過去にこれは10だろうって思ったライディングあるじゃん。ないです。じゃあ過去一。過去一です。もう確実に10だろうって。練習の中でも過去一。それはないかな。最近そのあのぐらいのエアーをずっと決めてて。そうなんです。そうだから試合でまあできたっていうのが一番素晴らしかったですね。自分ライブで見とって、で10点って書いてあって、いいと思って合計ポイントかなと思って合計ポイントで、マジ2度見したもん。確かに思う。ジャッジ全員中くれてたから。あ、完璧やな。完璧。いや、パーフェクト10ってやつ。パーフェクト10ですもん。5人全員中くれてました。あれは10。あれはでもあれさ、チューブ出てさ、ピョンとやってもとは思わんかったの。フルローテを狙ったの。あ、もうフルローテを狙いましたね。チューブだけでとりあえず6点取ろうとかっていう気持ちはない。チューブに入ったと感覚でこれフィニッシュリップしても 4.5 ぐらいかなと思ったんですよ、自分の中で。あ、なるほどね。だからそのチューブの中でもうこれは飛ぶしかないなって。あ、そういう感覚か。そういう感覚です。あの初心経もすごいし、切り替えも早いですね。切り替え早いです。切り替え早いです。全て早いですね。全て早く波が早かったというか。でも板もマジで早いですね。あ、板もそうですね。これ試合使ったやつ。これ試合で使ったボードを紹介してもらっていいですか。いいですよ。どういう紹介っていうの。メーカーはロックダンスのソエタサーフボードジャパンのロックダンスで、はい、で、まあサイズは5、6の18と16分の5、2と8分の1。え、リッターは分かる。リッターですか。教えちゃいますね。秘密教えちゃいますか。あ、教えてほしい。これは22.2リッター。え、やばくない。体重は。体重今62です。死ぬほどちっちゃい。あ、そういう風なの。はい、22.2です。ちょっとこれ多分見とるとみんなびっくりするだろう。びっくりする。で、これなんかあとフォームが軽くて。そうなんです。これあれなんですよね、フォアフォームのフォアグリーンって。へー、特別なやつ。いや、ホワイトが多分一番硬くて、その1個下めちゃくちゃ折れてない。めちゃくちゃ使い込んだ。そうね、使い込んだ。いや、さっき俺歩いてくる時、俺板ちっちゃくねえかと思ったので、聞きたかったの。板ちっちゃい。だって歩いてくる感じちっちゃいよね。5、6で短いじゃん。でも身長が165しかないですよ。でも嵐よりは大きいよ。確かに。5-9乗ってますから。ごめんね、アクリル大きかった。いや、でもこんなちっちゃい、なんやろ、動かしやすいから。レール入れやすい。あ、そうなの。でもちょっと体重増えたから、うん、ちょっとちっちゃいかな、今。いいっすね。これ今お気に入りですか、今。これお気に入り、今そうですね。軽い、なんか、波が基本腰腹胸とかは一番調子いいです、うん、これが。コナミ用とか分けるの。分けない。あ、一緒なんや。コナミ用持ってない。そうなの。作ってない。え、逆に頭はもうこれ。5、6。頭もこれです。はあ、ただもっと頭ハンダブルになったら長いの使う感じ。はあ、コナミだけない感じ。オールラウンドかでかいよみたいな。いつもでもエアーが得意だけどチューブも得意じゃん。だからでかいのも得意でしょ。
でかいのも得意ですけど、マニューバー頑張ってます。あんま上手くないって、マニューバー。いやー、俺昨日さ、嵐海入ってる時、実はあのメイク率、前からエアーはフィリッペトレの波すごいと思っとったけど、俺カメラマンして見とってメイク率が今異常にすごいな。今日でもほぼ全部メイクしとんの。いや、その秘訣を聞いたんだよ。秘訣教えてよ、内緒で。ね、ちょっとなんでメイク率がぐんと上がったの教えてあげてくださいよ。メイク率が上がった理由ですか？トレーニングの話。トレーニングバラしちゃいますか？バラした。そうですね、トレーニング、まあメイク率上がったらやっぱトレーニングですね。結局、まあ普段しなかったんですけど、ずっとで、もちろんあっくんはバリバリトレーニングしててすごいいい体してるんですけど、自分してなくて。だけどやっぱトレーニングしないと限界があるなって思っちゃって、感じてすごい。それでちょっと3ヶ月前ぐらい、4ヶ月前ぐらいですかね、にトレーニングを始めて、そっから一気に変わったね。やっぱ変わるもんやな。いや、せっかくだから先生教えちゃってください。先生ですか？田島鉄平くんですね。鉄平塾です。鉄平塾です。嵐もいろいろお世話になった人だよね。鉄平くん今すごいですよね。客さん増えてすごいです。鉄平くんはやっぱ、まあもちろん鉄平くん自体もサーフィンめちゃくちゃうまくて、すごいサーフィンに対してすごい気持ち持ってて、信念持ってて、もう熱い人なんで。熱い人っすね。もうリスペクト。鉄平くんのおかげっす、結構。まあ、というわけでね、今回ジンに登場してもらったんですけど、いや、テンポインの話聞けてよかったですね。いや、俺も聞きたかったんだよな。あれマジで話題になったと思うし、自分でも感動。素晴らしかったですね。ありがとうございます。これ見てさ、そのテンポインの見たい人はインスタで見れるよね。インスタで上げてます。鈴木ジンの、はい、ジン鈴木、なんか J. 鈴木っていうアカウントあるんで、そこで上げちゃってます。チェックよろしくお願いします。いや、ありがとうございます。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ジンのチャンネル登録もよろしくお願いします。あっくんのチャンネル登録もお願いします。いいね。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録よろしく。